行政カウンティは1889年から1974年までの間、地方行政を目的として用いられたイングランドの地域区分である。行政カウンティは1888年の地方行政法で創設されたが、1972年の地方行政法により廃止された。これに代わって設置された都市カウンティ並びに、一市カウンティは多少正確さを欠くものの、 しばしば行政的カウンティと呼ばれる。行政カウンティは1899年以前には存在しなかった。それ以前のイングランドのカウンティについては、イングランドの歴史的カウンティを参照。1888年、保守党の首相ソウルズベリー校、ロバート・アーサー・タルボットの政府は、イングランド及び、ウェールズ全体にカウンティ・カウンシルを設置し、 その全域を行政カウンティに分割した。ただし、共単一自治体として知られるカウンティバラは、行政カウンティには含まれなかった。ケンブリッジシャー、リンカンシャー、ノーサンプトンシャー、サフォーク、サセックス、ヨークシャーは、行政上の目的から、色彩版書で用いられていた歴史的区分に従って、分割された。さらに、今日では、インナーロンドンとして知られる。 ロンドンカウンティが設置された。ワイト島は当初ハンプシャーの行政カウンティに含まれていたが、1890年に独自のカウンティカウンシルが設置された。1894年、各行政カウンティは、都市ディストリクト、ノーソンディストリクト、自治バラに分割され、二層制が確立した。1900年にロンドンカウンティの首都バラへの分割により、この構成は、 完成を見た。1844年法でもいくつかの飛び地がて、つかずで残ったが、1894年の地方行政法により、カウンティカウンシルにカウンティ協会を調整する権限が与えられ、数年のうちにほとんどの飛び地が解消した。例えば、ダービシャーのミアシャム地区は、1897年にレスターシャーカウンティカウンシルの管轄となった。 この区分図は個々のカウンティバラを表示せずにその帰属するカウンティに含める通常の手法に従っている。あるカウンティバラが別のカウンティの領域まで拡張した場合にはそのカウンティバラが帰属するカウンティをその分拡張させて表現することが多い。例えば、英本側南側のブリストルはサマセットではなくグロスターシャアの一部として表示されている。ボンマスシャーは この期間のほとんどで、イングランドのカウンティだとみなされていたが、この区分図には示されていない。行政カウンティ一覧は1889年法には、含まれておらず、1933年になって、新地方行政法が議会を通過して、初めて予定表として列挙された。法文上、公式には、シャアの語尾は使われず、例えば、ベッドフォード行政カウンティ、 ノーサンプトンカウンティカウンシルなどの表現が用いられた。ランカシャー及びチェシャーの場合、カウンシルは公式にはパラティンハクカウンティのカウンティカウンシルであり、シュロップシャーは公式にはずっとサロップカウンティであった。バークシャーがロイヤルカウンティと記される権利は1958年に君主によって確認された。1959年4月1日、 サザンプトンのカウンティはハンプシャーと解消された。この区分は地方上管制度で用いられた儀礼的カウンティの基礎となったが、ケンブリッジシャー、ハンプシャー、リンカンシャー、ノーサンプトンシャー、サフォーク、サセックスの地方上管区は分割されなかった。その一方で、ヨークシャーでは分割された地方上管区が用いられた。 1891年並びに1961年の国勢調査に基づく各行政カウンティの面積と人口を表にして示す。行政庁が地域外にあるカウンティカウンシルもあるが、大抵は伝統的なカウンティタウンがカウンティバラであるためである。ダービッシャー、レスターシャー、ノッティンガムシャーの各カウンティカウンシルの行政庁はカウンティバラから対応する。 行政カウンティ内に移動されている。行政カウンティの境界は、時が経つとともにかなり変化した。これには三つの理由があった。境界両側での町の成長、カウンティバラの創設と拡張、飛び地などの例外の排除である。都市化が進むにつれ郊外がかつてない規模になり、様々な町や都市を囲む市街地が従来のカウンティ境界からはみ出るようになった。 1888年の地方行政法は、そのような場合に備え、アーバンサニタリーディストリクトが、カウンティの境界を越える際は、そのディストリクト全体はその最大の部分が含まれる、カウンティの一部とみなされると定めていた。これは、アーバンディストリクトや自治原の拡張についても、同様である。伝統的境界で2分されていたが、行政カウンティとして統一された町にはバンバリー。 モスレー、タムワース、トットモーデンなどがある。付属地が他のカウンティにあるアーバンディストリクトには以下のようなものがある。さらにカウンティバラの増加と拡張により行政カウンティの面積と人口は結果として減少した。これは問題と考えられ、1926年の地方行政法によりこうしたバラの創設と拡大手続きはより難しいものとされた。 1970年6月までに人口の25%がカウンティバラに居住していた。多くの行政カウンティには創設時から多くの飛び地があったが、カウンティ間でのパリッシュの入れ替えによりそのほとんどは1890年代に解消された。グロスターシャー、ウスターシャー、ウィルトシャーの境界は多数の飛び地があったが、1931年に整理された。 次の世紀を通じ、カウンティの都市化の進行に対応して、地方行政をどうすべきかという議論が行われた。カウンティバラを拡大し協会を変更する案や、より大きな都市カウンティの創設案が議論されたが、1965年施行の法律が議会を通過する1963年までは何も起こらなかった。ロンドンカウンティは拡張の上グレーターロンドンと改称され、 三つのカウンティバラ、サリー、ケント、エセックス、ハートフォードシャーの一部、ミドルセックスの大部分が組み込まれた。ミドルセックスの残りは、サリーとハートフォードシャーに編入された。また、ピーターバラカンクとハンティンドンシャーが、ハンティントンピーターバラに統合され、ケンブリッジシャーカウンティカウンシルと、アイロブ・イーリーカウンティカウンシルの合併といった変更も行われた。 数に1974年直前のカウンティバラを示す。1974年、1972年の地方行政法により、行政カウンティは廃止され、イングランドの都市及び、人市カウンティに置き換えられた。ありがとうございます。